どうも校長先生、電話です。どうも体操のお兄さん、花尾なんつえパーカーのお兄さん、決めはじゅんだ分筆家、ハウンド太郎でございます。はい、ということで今回ですけども、世の中ではね、非常にね、大きな問題が発生していまして、それがですね、マスク不足問題という問題がね。でもマスクって別にないなら作ってしまえばいいじゃないかと思ったわけですよ。今回やっていきたい企画はですね、家の中にあるものだけで一番マスクっぽいもの作ったやつ勝ち選手権。イエーイ、トルト YouTuber。 今回はですね、家の中にあるものというね、制限でね、皆さんにマスクを作ってもらいます。その中で一番をマコに決めてもらおうと、そういうということでね、今回やっていきたいと思います。ということで、メイキットパセオービーズ孫正義。じゃあキムさんからいきますか。はい、キムの楽しみだな。楽しみだな、これ。いや、どんなマスクですかね。私のマスクはこちらでございます。ディディーン。え、うまくね。何これ。これはですね、キッチンタオルです。はい、ということでですね、まずね、用意するものはね、まずこちらです。キッチンタオルですね。一応未使用のものを持ってきました。それからですね、スポンジですね。化粧品とかを肌に塗るやつです。輪ゴム、耳にかけるようですね。ということで早速作っていきましょう。もう完璧じゃね。はい、ということでこのマスクでいこうと思います。形でもめっちゃうまくない？なんかめっちゃうまない。やっぱ顔にフィットするためには、こういうここの部分を折らないといけないんで。ああ、なるほどね。ほんまやほんまやほんまや。でもめちゃくちゃ本物に見えた。でもマジで、いや、ほぼ本物かと思った。なんかズレしてるんかと思ったマジで。なんか、そうそうそう、こいつついにって思ったもん。なんかいややってしまったんかと思いました。はい。で、あとやっぱ湿気対策大事かなと思ったんで、中にスポンジをこうやって入れてるんですよ。おお、のどヌールみたいなことね。のどヌールで、はい。いいやん、めっちゃ。そうっすね。さすがっすね。でも、耳がさ、輪ゴムやったら結構きついとかはない？それ大丈夫？僕の顔サイズに合わせて作ってあるんで、で、その辺はおのおののサイズに合わせて微調整してくださいって感じです。なるほど。まあでも、後の人はさらにすごいのも出てくる可能性ありますからね。まあそうですね、まだまあまあまあ、4分の1なんでね。はい、ということで、じゃあ次、スンさんいきますか。ちなみにキム、それどれくらいかかったの？時間40分くらいかかりました。おい、40分でいけるんじゃない？逆に。なんで上ってなんだよ。なんでむせなあかんねん、そこで。お前、僕のマスクはこちらです。いや、なんか浮いてる。何それ。これ何だと思いますか、これ。これ取るやん、お前。もうそれティッシュちゃん、ティッシュ。これはね、なんと、どういうこと？はい、ということでね、私の番、私ですけども、実は今日の昼ご飯にね、チャーハン作ったんですよ。で、チャーシュー作るときにネギの青い部分だけ使うんですよね。その影響で今ネギのね、白い部分結構余っちゃってるんですよ。で、今回私はね、このちょっと余ってね、今使い道のないこのね、ネギを使ってね、マスクを作っていきたいと思います。ちゃんとこれ食べるんで、はい、食べるんでね、ちゃんとそんな食べ物そばつにしてないですよ。おー、マスクっぽくね、これ。いけるくない？あれですね、チャーシュー作るときに使ったタコ糸がありましたね。こちらでね、いい感じに縛っていこうかなと思います。できました、マスク。うわー、青すぎ、お前。青すぎ。お前、荒用事にも程があるやろ、お前。マジで青すぎる。荒用事すぎんか、お前。天才やな、お前。お前やっぱ天才やな。だからそんな青用になるんか。だからだろ。僕ネギ嫌いだって。あ、俺ってそういうことか。ネギ嫌いやろ。俺ってそういうことか。見してくれへん。どれがネギ？あ、全部ネギで、ここパスタで、パスタで仮止めしてます。はい、パスタで仮止め。パスタで仮止め。だから、このマスクは出れるんですよ。古来から日本ではネギはね、万病のね、薬というかね。確かに。確かに。それの進化系なんですよ。じゃあ、次僕行きますわ。すごいもん見したるわ。お、楽しみ、楽しみ。いや、ネギはびっくりしたな。マジで気分悪いですけど、本当にネギしかもはや選択肢なかったっすね。いや、その選択肢しないっていう発想やばいよ、マジで。できた。
私が制作したマスク、こちらです。怖っ。すげえ。すごくね。すげえ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 。これ何で作ったと思います？これパンツ、パンツ。お、正解。はい、ということで自作マスク作っていきますか。ちょっと家の中でとりあえずいろいろ探しますか。マスクって基本的にこういうこの耳にかける部分と口の部分っていう2つの多分ポジションがあって、でこれ結構布っぽいんで、これ多分こういう生地をいけるんじゃないかなって思うのと、なんか洗濯物の中に入れるネット、これめっちゃマスクに近くないですか、これ。じゃあちょっと作っていきます。ということでね、ちょっとマスク作ったんですけど、こいつ味気ないんで、もう一個作ろうと思って、ちょっとこのパンツで一回作ってみようと思います。やばくないですか、この色。よし、できた。あ、いけるいける。ほら、どう、これ。これの生地の良さは伸びるってとこなんやね。サイズ的にもめっちゃいい、これ、ほんま。意外とマスクっぽく見えるというこの奇跡が起きてるんで、ワンチャンあるな。これ、耳まで全部パンツだけです。耳についてる部分がこの部分ね。この部分、わかる？それ自分のパンツに包み込まれてる気持ちどうなんそれ。いや、結構嫌ですけどね。これやったったなって感じ、ほんまに。でも正直洗ってあるから、俺な、洗濯機に絶大な信頼を置いてるから全然大丈夫なんやね。そこは大丈夫なんや。まあでも女性のものだやったらなお良いって感じか。なお良いって感じ。女性のものだったらなお良い。そうですね。はいはいはい。はい。でも今まで白白ってきたでしょ。これ結構良くないこれ。いいっすね。確かにそれいろんな柄できますもんね。個性は出てる。じゃあラスト花尾さんいきますか。はい。じゃあちょっと。こんなの、これも作ったやん。あ、それ普通ですね。普通いるかなと思ってちょっとでもうた。私花尾が制作したマスクはこちらでーす。いやー、よかったー。まあまあそうっすね。どうもどうも、チーム花尾です。というわけで作っていきたいと思います。こんな風にいきたい。めっちゃいいやん、これ見て。ほらで、ここでなんとかっこいいなって思ったらこうしてね、閉じれますよ。ほら、すごくね、俺これほら。はい、ということで深夜2時ということで1時間ぐらいで終わるかなと思ったんですけど、かれこれね、なんか4時間ぐらいなんかわけのわからず作業をしててですね、結構迷走してるんですけども、現状発表はこんな感じです。てるん。まあ一応タイトルは国会マスクっていうね、どういうことかは、まあ、いずれわかると思うんですけども、ギミックが隠されているので、お楽しみに。これで終わりじゃないんですよ。これだけでも効果あるんですけど、別売りで、こちらのマスクがついてきまーす。これマスク。やってんなー。やってんなー。ほら、マスク。やばすぎ。やばすぎ。まあ、安心の信頼の、はい、マスクです。これ、安心の信頼の話。つけますよ。これつけますよ。これちゃんとこう耳があるんでね、ここにかけるで。はい、でこれちょっと輪ゴムになるんですよ。待ってじゃないですかそれで、ごめん、これで終わりじゃないんです。国会議員のみんな、僕を助けて。よかろう。よかろう。ここでまず安倍さんにもう食い止めてもらいます、ウイルスを。これをしばらくつけるとですね、汚くなってくる。あー、そろそろ汚くなってきた。もう安倍さんもお役ごめんだな。チェンジだー。フィルターで交換することができます。装填できます。国会議員交換できる。国会議員の皆さんにこうやって守っていただけると。まあこんな感じでデッキを組めるというわけですね。吉村さんとかね。まあこんな感じでね。で、これだけじゃないんです、まだ。まだある。これなんと、これで外出しますよね。はい。これで、しませんけど、これで人がたくさんいるところに来ちゃいました。はいはい、やばい、人がたくさん出てきた。お前らどっか行け。密。密。お前最近国会好きやな、ほんまに。でもこれ誰が勝つか分からんよね。全然分からないです。どれをつけたいかっていうのがあるからね、これ本当に。これマコの主観でいいよ、最終は。じゃあ決まりました。僕がつけたいマスクは天下さんでーす。おお。嘘。わあ、俺勝った。Thank you.
用性と個性がね、人によってやっぱりマスク没個性になっちゃうんで、まあ、ということでね、皆さんぜひ家でこういうことやってみてはいかがでしょうかという感じで今日の動画を終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。